よし。どこだ？あれ？どこやったっけ？ん？どこやったっけ？この辺。これだ。ちょっと肩乗っててくれる？すみれとラジオ。2023年0112配信。よっしゃー。はい。おはようございます。スーパー手相術すみれ堂の西条ゆきえです。よし、今日はあれやね、いつもは、今日これだいたい朝の10時に配信すんねんけども、9時ぐらいに今日ラジオ配信やるからみたいな感じの告知のメールをメルマガの読者さんには、回させてもらうんやけども、今日ちょっと朝からさ、うちの台所で使ってるガスコンロが、火つかへんなって、バタバタしとったんやんか。で、ガス屋に電話をし、で、なんかガスコンロって、アルカリ単一電池ってわかる？このごっつい電池な。あれ入れて火つけてんねんけど、あれが古いんちゃうつって、でもちょうどお正月前に帰ったよって。でもその電池自体が子供がキャンプに行ってた時に懐中電灯に入れてたような電池やったから確かにちょっとしか使ってないって私も思ってるけどいけてないのかもみたいなんで、ね、じゃあほんなスーパー開くのもあって入れて新品入れてつくかどうか見てみるわみたいなんでなバタバタやってたらな告知できひんかってそんなことで朝からなんかバタバタしたわ。はい。でもまあまあ無事新品の電池を入れてコンロついたからよかったと思いました。よかったです。はい。まあ新年ですね、1月ですね。ちょうどこの火曜日、10日に雪景気学講座のお正月スペシャルっていう風なものをさせてもらって言うたらまあ占いの視点から見たら2023年っていうのはどういうもんなんやみたいなのを喋、らせてもらいました。まあ90分で終わるかなと思ってたんやけど、まあ無理だったんで、本当にもうこの辺の悪い癖はちゃんと今年は直していかなあかんな思うんやけども、2時間やりましたね。で、まあ2023年のこういう、2020年がこういう年で、2021年がこういう年で、だからまあ、2022、2023っていうのは、こういうくくりになっとって、でまあ、だからここの、で、その次はこういうふうになるから、そのつなぎとしてのここで、みたいな話をさせてもらって、でまあ、なんつったらいいな、旧世の運勢、自分の運勢だけ知りたいって人は、メルマガに全部書いたんですよ。ちょっと長くてくどいかなとも思ったんやけど、まあ、言葉を尽くすことによって伝わることもあるかなと思って旧姓の運勢は無料メールマガで全部読めるようにしてで今年の、まあ、時流みたいな今年の、空間の木時の木時代感みたいなもんですよねみたいなものは講座に来てもらってちゃんと説明しようかみたいな感じのね線引きにさせてもらいました。まあ自分で講座の構造っていうのかな、こういう風な座組で喋ろう、座組じゃないか、構造で喋ろうみたいなのを作ってた時に、まあ、なんか自分手前ミスだけど、上手に説明できるんじゃないかなっていうのはちょっと思って、でそれがちゃんとこうテンポよく、カメラのトラブルもなくできたんでよかったなと思います。カメラの画像をどうやってよくするのか、ちょっとわからない問題っていうのがまだ私の中にはあるので、もうちょっとね、画像が良いものをアップできるように頑張りたいなと思うんですけど、なんか、パソコンで撮影して、それをアップしてんねんけど、すごく画像がよく撮れるときと画像が荒く撮れるときがあって、その違いがちょっとわからず、それはちょっと申し訳ないなって思ってる。うん、だ今年の目標は画像のいい、画質のいい講座動画を上げるっつうのと、
何分で終わるって言ったら何分で終われるようにちゃんと用意してやるってことかなっていう感じで、でも本当、ゆきゆき学講座、お正月スペシャルだけ聞きに来てくれた人でも、面白く、分かりやすかったかもって思ってもらえるような講座が、自分なりにはベストを尽くせたんじゃないかなと思うような感じができて、よかったと思いました。頑張りました。あ、ほんでさ、やっぱりこの、お正月スペシャルに対する吐き出しだったり、おせち作らなあかんかったり、まあ、年末年始の支度やんな。そういうのだったり、まあ寒かったりシンプルに。で、しばらく IQ 下がってたっていうか、こう IQ の、なんつうの、賢の話ができひんモードがすごくあって、多分なんか、ラジオでもちょっと、だらだら喋るときにちょっと言ったと思うけど、その難しい話っていうか、ちょっとほら思考回路の、CPU 上げてないとっていうか、頭の容量をちょっと回してないと聞けない話ってあるじゃない。今日みたいにさ、私が喋ってるやつでさ、ぼーっとしてても聞けるけどさ、例えばさ、芸人さんの話が、だとか、まあ、なんつうの、家族で喋るとかはさ、全然回さんでいいやん、頭のなんていうのな、気合を入れなくていいか、いいっていうか。で、ちょっとほら、私は誰やったかな、株式会社コテンの深井龍之介さんが絡んでる系のラジオがすごく好きやって、ポッドキャストとかな、コテンラジオっていうのを好んで聞いてた時期があったんやけど、そういうこう自分が頭回りません時期になると、それが途端にも追いつけなくなっちゃって聞けなくなったりとか、社会派ブロガーのチキリンさんのポッドキャスト、あれポッドキャストか、ボイシーっていう音声配信も、社会派の話するから、ちょっと考えて聞いてないと無理っていうか、っていうのが全然聞けなかったんですよ。12月とかいっぱい。で、だいたいおせち作り終わって、正月、まあ、基本的にまあ、お散歩とお参りとぐらいしか行かへんかったから、基本的にも、家にだいたい寝てるみたいな。寝て、起きて、おせち食べて、なあ、子供とちょっと、なあ、遊んだりぐらいで、なんかいっぱい寝たら、おや？私、話が聞けるぞってなって、シンプルに、睡眠不足やったんかな？結局何がいけたんか分からへんねんけど、またはそういうこう、勉強のための音声みたいなのが聞けるようになって、だから、それこそチキリンさんの音声配信は毎月330円課金してるんだよね。でも聞かれへんからずっと12月分なんて丸々置いてたし、11月分も聞いてなかったなってぐらいやってんけど、それをずっと全部聞いてご飯作り持ってとかして、すごくこう仕入れた感があってハッピーですね。やっぱそのなんて言ったんやろな、あるよね、その一人の人間の中でも、今は頭が悪いなとか、今はすっごい冴えてて結構難しい話も めっちゃ処理できるとか、あれって違いが何か私自覚ができてないから辛いんやけど、あれもうちょっと分かりたいなっていうのと、あとなんかほら、ちょうど友達って言ったらあれやけど、才能について一緒にこう話したり研究したりする仲間の人たちがおってな、でそういう人たちと喋ってて、自分っていうもの、人とこう、なんやろな、ママ友でもない、学校の友達でもない、そういう自分の趣味、思考で集まった、住んでるところも違う、仕事も違う、結婚してるも、子供おるも、全部違う、そういうこう、趣味、思考とか、やってる方向性だけが一緒の人間の集まりっていうのが、仲間っていうのかな、ができて、すごく楽しいんやけども、ちゃんとお話ができてね。で、そこで、みんなその、大きな企業に勤めてたり、自分で商売やってはったり、いろいろやんねんけども、この人は賢いな、でも私は賢くないなって思う瞬間ってさ、それはみんなあると思うやんか、それこそさ、自治会とかでさ、なんか、すごく頭の回転と仕事の、やり方が上手い人でさ、手加減して喋ってくれてるなって、アホにも分かるように喋ってくれてるやろなって思う、ような、レベルの高い大人に触れることってさ、あるじゃない。
でもだからといって、まあ、自分はそういうのの知恵が足らんかったり、あの反応が遅いけども、まあ、あのアホなとこもあるけどアホじゃないところもあるなとかっていう自認があるじゃない。それに対してこうそういう、こう仲間と喋ってるとだんだんそういう、なんやろな、自分のデコとボコがこう明確になってくるっていうか、あ、その自分は、私の場合はな、何ができひんかって、自分のアホな部分はどこかって言ったら、ルールの把握やねんやんか。わかる？あの、例えば、今、うちの地域だけかな、なんか大阪の、あの、都市では、1月1日から31日まで、ペイペイクーポンっていう、ペイペイキャンペーンやったかな、キャッシュレスキャンペーンっていうのがあって、この1ヶ月のうちに、上限2000円まで、キャッシュバックしますと、ペイペイを使って買い物してくれたら。で、その場合、ここ、まあ、それで、まあ、使いたい人がおったら、店、店舗さんは、うちに、あの、相談に来てやみたいな市のお知らせのやつは市の LINE で届くんやんか。でそれ見た時に、で結局なんやねんって私は思うわけ。その、ま、何かすると買い物した一部の2000円返ってくるんだろうけれども、結局、2000円買って2000円返ってくるわけないし、じゃあ1万円の買い物、2万円の買い物、ええってなって、で1個の店舗で例えば2万円とか使ったら2000円が返ってくるわけ、それとも4000円が返ってくるわけ、ええってなんねやんか。なんてたんやろな、そのルールの、それこそ税金とかもさ、この場合はここに含めたらこれは税金として、あの、計上されなくなりますとかさ、あるやん。それは別に野球とかでもそうやって、この場合1塁にランナーがおった場合こうなったら進塁できずアウトですとか、そういう、あの、ルールの把握は本当にアホやねん。だからその遠視眼的な、その大きくそのくくりを見て構造を理解するって能力はそんなに高くないんやんか私。でもそれができないからといってバカってわけじゃないんじゃないのって思ってて、あの、近視眼的な情報処理能力め多分高い方やねんやんか。それこそ結局私は、あの、プロで占い師やらせてもらってて、こういう手相で、こういう手相の構造してて、こういう喋り方をする人間、ここにこういう風な、ものの考え方が引っかかってて、こういう風な精神構造があるか、こういう風なものの喋り方をして、この人は気づいてないかもしれないけれども、こういう風なこだわりをお持ちだけれども、これは多分自認してないなとかっていうのはすぐわかるじゃないけど、わかるんやんか。で、それを言語化する能力もまあまあ高いねん。それっていうのはその人間の持ってるその得意な立ち方というかファイティングスタイルみたいなものがあって、自分はそういう遠視眼的な全体のルール把握と、あの、それこそさ、あの、悪い人っていうかさ、税金ゼロに、あの、すごい上手に事業の構造をやりくりして税金ゼロにしてる人とか存在するやんか。あの、遊戯王カードとかポケモンカードとかの、あの、マジックギャザリングとかの、そう、カードゲームがすごい上手かったりさ、ここでこのカード出したら相手がワンターン休みだからまたこのカード出してとかさ、そういうの上手いやつおるやん。ああいう、なんやろな、こういうルールになってて、こういうカードがあるから、みたいな、ほんじゃこうやってこうやったら手も足も出ないよね、みたいなさ、そういうことを考えられる能力ってのは私には高くないねんな。それは頑張れって言ったら出せるんかもしれへんけど、それは多分みんなそうやってさ、それはその、あの、得意不得意があるじゃないっていうのを、何やろうな、自分ってこうだなっていう風に理解をすると同時に、やっぱりお客さんにこういう風にもあなたのことを表現することができますよねっていう幅が広がるというかっていうのは、あの、良い気づきだったなって思いましたね。そういう風なことを思いながら年末年始を過ごしてるな。あの、だからその人の一面だけを見てアホやなって思うのっていうのはちょっと浅はかやなと思うし、こういう部分は苦手なんやなみたいな感じの捉え方っていうのもしていかないといけないなっていうのを思うし、それはその自分が自分に対して思うときもそうだなというふうに思いますね。で、自分の場合はそういうお客様にこうなんちゃいますかねみたいな、その人の姿の形をこうお伝えするような仕事もしてるので役立てられるんじゃないかなと思ったりね、しますね。うん、あの、賢さっていうのはいろいろなパターンがあって、
な、うん、そういう遠視眼的な客観構造を把握できるくらいその客観的にものを見れる賢さがある人もいてれば、私みたいに近視眼的にものを見て、あのだからあの何て言ったらいいの、この味にするとかって料理をしてて、もう手段は何でも構わないから、この料理をこの時間に作ってしまうとかも結構得意だったりするのね、近視眼的な。もうこの料理をどうにかすればいいみたいなのもかなりうまいと思う。で、あの料理をあの材料を使い切るとか、工程を縮小するとかもかなり上手ですね。あとあの料理リレーもうまいと思う。あのあれが残ってるから、あれをこれに入れたらな、あの出汁が効いてうまいとか、もう肉に火は通ってるからこれだけいいとか、そういうのも結構得意ですね。うん。そういうなんか頭の賢さの速さ遅さもあるし、長さ持久力みたいなものも賢さにはありますね。そういうものをこう、そういうグリッドっていうのかな、経線を入れて考えると、いろいろな人の素晴らしさを言語化することができるし、そういうふうにありますよねって、あのな伝えられるっていうのはいいなというふうに思いますね。才能診断の仕事とかもさせてもらってると、そういう幅ができて面白いなと思いますね。で、あのなんかやっぱりさっきも言ったけど、その才能の研究をするあの仲間の皆さんと喋ってると、あの言ってもらって嬉しかったのは、人を見る仕事をしてるだけあって、その洞察と意見が鋭いからいいですねみたいなことを褒められて、とても嬉しかったです。嬉しかった話しちゃった。あ、ほんでさ、結局さ、そのペイペイキャンペーンって全国でやってんのかな、大阪の富田林市やってんねんけど、私さ、その野球部のママさんと喋ってて、そのうちあれやね、小学6年生の息子がいてるから、あの結局何やっつったら、来年中学生になる息子の制服を買わないといけないっていう、まとまった出費を抱えてる母親なんだよね。でペイペイキャンペーンであの買い物したらマックス6000円のキャッシュバックが返ってくるっていうキャンペーンで、であの学校ってあのまとめて採寸して、まとめて注文して、まとめて支払うっていうやつを持ってんねんけども、企画をしてくれてんねんけども、あのこの日にお母さんたち保護者が都合がつかない場合、別で行ってくれてもいいっすからっつって、制服屋の番号と名前載せてくれてんねんやんか。それもな、なんつったらいいの、小学校、中学校さんのそのあれやねんけど、あの、市外局番入れてくれてないから、いちいち全部調べんねんけど、ググって。なんで市外局番入れてくれへんねやろ、学校のやつって。みんな携帯電話で電話するって思えへんのかな。私、携帯電話で電話するからさ、家電使えへんから、嫌だなって思うねんけど、愚痴っちゃった。それでさ、なんもう3匹の子豚みたいな話やねんけど、制服屋さんが3軒あんねん。で、うちの息子が通う中学校の制服は A、B、C、3件あんねん。で、そこに電話をかけていくわけや。あの、PayPay キャンペーンあるけれども、制服をあの1月31日までに支払わせてもらわれへんかって、それは PayPay キャンペーンのキャッシュバックの、に適用するかって言うたら、まあ、あなたのところで制服買うけど、PayPay キャンペーン適用するって聞いて。んだら、1件目は、そんなんやってへんって、そんなん制服やったあかんねん。もういいって、あのもう、あの、ペイペイ使えるけど、それキャンペーンとかやってへんからって言わはってん。で、それはさすがに私も知ってて、ペイペイキャンペーン、ペイペイが使えるのは、まあ、それは企業努力やけれども、ペイペイ、今回のペイペイキャッシュバグキャンペーン、キャッシュレスキャンペーンに、あの企業、お店自体が登録しないと使えないんじゃないかな。その、お店が、あの、加入しますっていう風に手続きをしないといけないから、そこに加入するしないっていうのはお店が決めることであって、あのそれが禁止されてるかどうかっていうのは違うんじゃないかなって、だって C がやってることやしで思って、まあ何しかその勉強もしてないし対応する気もないっていうのが A やって、1件目で、2件目に電話したら、あやってますよって、使えますよって、来てくださいって言って、あそうなんやと思って、でまあ、2件目だけで済ませてもいい、やってるし、あの使えるっていうか2件目だけでもいいけどと思ってんけど、とりあえず3件目にもかけてみてん。
んだら3件目にどこどこ中学でどこどこ中学の制服を買いたいと思ってるって言って、ペイペイキャンペーン使いたいと思ってるって言ったら、奥さん行けますって、うちやったらもう6000円のキャッシュバック全部その制服を入学分で買って、それとも進学分で買って、だからその在校生なんか新入生なんかよな。だから在校生か新入生か何が違うかって、ブレザーを買うかどうか決まってくる。ブレザー2万近くすんねやんか、お金。だから在校生でか新入生、あ新入生ですって、ほんなら奥さんなって、うちで全部買うてくれたら、うちでその買うてくれるその全部のやつを細切れにはすると、その、ブレザーで1回着る、でシャツと、ズボンで1回着る、でシャツ2枚で着る、これで2000円返ってくるから3000円分全部使えますよっていうよって。3件目3匹の子豚みたいな話だったね。3番目の店が一番良かったん。勉強もしてるし、対応も良かったし、6000円きっちり使えるっていう。2000円キャッシュバックするのは知ってるけど、上限6000円やけど、それは1回の決済じゃ2000円しか返ってけえへんくて、3回決済しないと6000円は返ってこないわけよね。それができんのかっていう不安を消費者は持ってるわけやん。それを全部言ってん、3件目は。すごない？もう私絶対おっちゃんとかで全部買うからって言って、すいません、お店の場所ってどこですかみたいな、電話番号と名前しか分かんないからさって言って、予約して行って、息子の採寸してもらって、まあ、うちの息子は大体まあ中肉中背の6年生かなって思うんやけど、まあ、ギリ着れる程度のブカブカの制服を用意してもらって、ベルト締めたらいけるからって、裾詰めたらいけるからって、確かにそうやんな。12歳の少年が15歳になるまでの制服を一着で済ますっつうんやから、まあ、大きな。でも、肩は合ってるっていう、ギリの肩合うブレザーと、シャツとっていう風に買って、で、なんか、まあ、まとまった金額すんねんけど、それをこう、ほな、奥さんなって、これとこれ、これ1枚、これ2枚、これ1枚でよろしいかって、あ、はいって、ほんなら、僕のところのスキャンしてくれって、スキャンして、ここに金額をいくらって入れろっていうね。で、ブレザー代や。んで、ペイペイって言ったら、ほな、キャッシュがチャリンと、ほら、2000円返ってくれろって、ほんまや、やった、2000円返ってきましたねほな、次はなって、ズボン代やって、ズボン代入れて、ペイペイって言ったら、まだ2000円返ってくる。でその多分そのいくらまでやったら2000円ならないっていうその上限があるんや、加減があるんやろな。でそれこれとこれを合わせてこの金額売ったらまた2000円返ってくるって、2000円ってペイペイってやったらまたチェーンで2000円返ってくる、満額6000円キャンプチューバックで返ってきたんやんか。やったとご主人ありがとうございますって、これでその制服も買えたし、6000円も返ってきました、めっちゃ嬉しいです、ありがとうございますって言ったら、そんなに嬉しいかってキャンペーンその6000制服買って6000円返ってくるのがそんなに嬉しいかって言われたから、嬉しいに決まってますよ、大喜びですって言って、そりゃそうじゃない、私6000円超嬉しいんやけどもう友達のママ友にも2人言うたわ、ペイペイキャンペーンでここの制服屋さん使えて1月中に決済できるし6000円返ってくるでって LINE 打ったえ打たへんって思って、まあね、それは6000円なんて返ってこなくても何にも、別にそんな6000円欲しいってもう奥さんもいてはるかもしれへんけど、とりあえず私はめちゃくちゃ嬉しかったし、もう6000円あったらさ、なあ安いのに回転寿司やったらみんなで晩ご飯とかランチとか食べれるし、6000円あったら子供と映画見に行けるしの、制服買ってそれで終わりよりも6000円買ってきた方がいいじゃんねって、まあ、思ったんやけど、まあ、何しかだからその長男にさ、一緒に車でさ最初に行ってさ、制服屋その時にちょっと聞いてくれよと、なんでママが制服採寸の日に学校で制服採寸せえへんのか、お前気にならへんのか聞けと聞けと、聞く気がないかもしれない、聞いとけと、商売についてマジで大事な話は今から私はするからっつって、でさっきのさ1番目の店はこう、2番目の店はこう、3番目の店はこうやったんやでって、何が違うか分かるかって、勉強してて愛想がいいかどうかやぞって、お客さんがこういうふうに不安に思ってるってことを全部言ったから、だからママは3番目の店でお金を使うって決めたんやでって、同じ制服言っててもなってっていうのをコンコンと息子に言って言いながら車を走らせて行ったんだけど、まあなんやろうな、ガンチクなる話やと思いませんか、そらそうよねって思った。
まあでもな、うちもな、商売やってるから分かんないけど、ほんまにいろんな態度のいろんなお客さんが電話かけてくるから、半切れで対応するのも分かんないけどな、一軒目のおっちゃんのな。もうそういうのうちやってないからっていうのも分かんないけどな。めんどくさいこと言ってくれないって気持ちも分かんないけどな。まあまあ、でも3番目の店のおっちゃんが一番良かったから、ママ友にも3番目の店が一番良かったよっておすすめした。予約して行くんやでって言って、ペイペイ満額入れてってねって言って行った。よかったって話でした。でさ、この前さ、漫画にも書いたんやけどさ、私、歌舞伎のさ、お正月スペシャルでな、中村屋ファミリーとかな、市川團十郎のファミリーとかのドキュメントやってんねんやんか。それを見るのが大好きやねんやんか。で、お正月はその、中村ファミリーのドキュメントと、市川團十郎さんとこのファミリーのドキュメントを見るねん。で、もう泣きそうになったり、頑張ってるなと思って、私も頑張ろうって思ったりすんねんけど、もう波じゃないからさ、もう頑張り方がさ、大変な世界やなと思って見てんねんけど、何がそんなに面白いって、あれよな、なんつったらいいんやろな、これはただの私の意見やけど、すごくちゃんと家庭というものが家やな、機能しているように見えるんだよな。お父さんがしっかりしていて、周りの人間と力を合わせて家業を盛り立てて、で、周りの人間にお得意様とかさ、中村屋さんとかって浅草の皆さんとかにさ、ご挨拶の品とか配ってさ、礼を尽くしてさ、順番にやってさ、その息子に教えていって、息子は父を敬い、もちろん反目することもないやくそって思うこともあるっていう風に、でもお父さんのことめちゃめちゃ怖くって、それをこうお母さんがその陰から支えてみたいな、そういう、なんやろうな、家の形っていうのがすごくこう真っ当やなっていうのを、生きてこの世に生きてる人で、そういう真っ当な家庭をやってる家って実際住んでんなっていう安心感とかっていうのがすごくあるんだよな、歌舞伎の世界のドキュメントってな。なんかほら、もちろん、なんて言ったような、占いやっててもそうやし、いろんなドキュメント見ててもさ、もちろんさ、父親とか母親が、父親と母親の役目を果たしてない家なんていっぱいあるやんか。もうなんかそれはさ、子供が子供をさせてもらえてなかったりさ、なんやろう。やっぱりそれを見てて辛いのと、なんていうの、機能不全っていうのかな、お父さんがお父さんの役もやってないとか、その、お父さんがどんどん力がなくなってって、なんやろな、まだ子供が小さいうちからもうお父さんが逃げ出してしまったとかさ、お母さんがちょっとこう暴力的だったりさっていう風なドキュメントで、子供が証拠となしにその働いてたりとかっていうのを見る、食い詰めてたりっていうのを見るよりも、もちろんその踊りの稽古が大変やとかさ、3歳の子供がいやいや言うてんのに白塗りしてさ、重たいカツラつけてここがかゆいとか言うてんのをさ、我慢して我慢して次もうちょっとでセリフやからって言うもってやってるのもさ、あれはあれでかわいそうなんやね。けど、なんやろな、それはこう健康的に見えるっていうか、大人がちゃんと大人をしてる過程っていうのはやっぱりこう見てていいね。私も頑張ろうって思うわね。なんか歌舞伎の世界の、生まれた男の人っていうのは大変やね。だからといって満員になる保証なんてないやん。劇場があって、名前があって、芸があって、伝統があってもさ、満員にすんの自分やん。ちょっとするぜ。それは大変な仕事やなと思うわね。羨ましいとか全然思わんな。それは、そこに生まれついた人の、もちろんその、なんやろな、素晴らしいんやろうけども、いいな、私もあそこに生まれたかったとは、よう思わんわな。もう、そこに生まれついた人間の、あれやな、
ドラマやな。それをこう見せてもらえてるっていうのがこう、なんて贅沢な、なんて贅沢な、その何、娯楽なんやろうと思って見てんねんけど、好きだね。あの中村屋ファミリーと市川、まだ海老蔵さんやったんかな、海老蔵さんやった時のあのドキュメント、今年のお正月と、年末にやってたから見ました。面白かった。あとあれだね、あの大河ドラマ始まったね、どうする家康。私あの一時嵐のファンやって、あのコンサートの DVD とかいっぱいあの持ってて、ハッピー、あのもう私の子育ての乳幼児を育ててた時の昇級を嵐が保たせてくれてたと言っても過言ではない。コンサート DVD を見てね、元気を出して子供のおむつを替えたり洗濯物を畳んだりしておったんですけれども、松潤が主役だってことで見てるんやけど、これからどうなるのか楽しみだな。この前の一個前の鎌倉殿の13人がもうめちゃくちゃ面白かったんやんか。マジで。めちゃくちゃ面白かったし、それは私個人の、感想でもそうだし、どうも社会的にもすごく評判が良かったみたいやね。鎌倉殿の13人。みんな面白かったって言ってるから、あ、私だけが面白いと思うんじゃないやなって、そらそうやな。最高でしたね。だから、どうする家康もちょっと楽しみにして。で、その、歌舞伎役者さんのお家のドキュメントが、お正月に1回、1時間半とか1時間とかあんのを見るのは楽しみやねんけども、インターネットで YouTube で、中村屋の YouTube があるんだよね。中村屋っていう、歌舞伎の、公式の YouTube があんねん。中村勘九郎さんと七之助さんが、始まりましたんで見てくださいって言ってる YouTube があって、それが、なんか中村屋物語っていうのが25話ぐらいまで出てんねんけど、それはそのお父様が、中村勘三郎さんが、うちの子が生まれたぐらいに死んでんね、2012年とか2013年とか、何か10年前ぐらいにもうお父ちゃん死んでんねん。で、早いねん、57とか、もう50、60代になる前に死んでんねん。で、まあ、生きてはるところから今まで、今はそのお子さんが10歳とか8歳とかやって舞台立ってはんねんけど、その子らが生まれた時もそうやし、その子らが初舞台踏んだ時とかも全部ドキュメントにしてあんのが、いつもお正月のやつでしか見られへんやつが YouTube でまとめて見られるっていう、何これ最高やんと思ってしばらく見てましたね。最高でしたね。見終わっちゃった。はい、そんなことがあった。あとさ、みんな YouTube 見てるときさ、何で見てる？私しばらく YouTube プレミアム使ってたんやけど、YouTube プレミアムじゃなくても、ブレイブっていうアプリ入れたら、YouTube のコマーシャルカットされたりできるんだよね。だから、まあ、子供のスマホも全部そうやし、自分のパソコンとか自分のスマホとか全部ブレイブっていう、インターネットブラウザになるのかな？インターネットブラウザのアプリケーション入れてて、カタカナでブレイブってググったら絶対出てくるんだけど、白地に赤のライオンの、アイコンやねんけど、それ入れると、仮想通貨も貯まるし、YouTube 見てる時の動画が全部カットされて YouTube 見れるから、めっちゃ便利やで。マジでおすすめ。ブレイブ、YouTube の広告とかちょっと鬱陶しいなって思ってる人は、ブレイブっていうアプリケーションはマジでおすすめなんで、いいぞっていう話。はい。はい。あとは、年末年始に、なんだっけ、なんて言うんだっけな。なんやったっけな。なんか年末年始、この1年どうやったみたいな、振り返りするみたいなさ、
イベントっていうか企画をやって、それをその才能診断をするような研究チームの人と喋ったんやけど、そこで意外と受けたものっていうのがあって、あの、私一人が女、4人チームであんねんけど、私一人だけ主婦やったんやんか。で、あとは男性やって、子供おる、子供おる、みんな子供おる、働いて男性たちやって、同世代的には多分同世代かそれ上か、まあ同世代かそれちょっと上くらいかの人たちやってんけど、みんなその、中学校、小学校、幼稚園くらいのお子さんがおるお兄さん方と喋っとったんやけど、その人たちに、結構受けたのが、DIY やって二重窓入れてるって話をしたんやんか。夏に、主人と協力して、DIY をして、二重窓を入れたって。ここの部屋と、まあ、別の部屋、隣の部屋があって、その部屋にちょうど、去年、まあ、二重窓入れて、作って入れたらすっごい良かったから、今年はその分のお金をちょっと家計から捻出して、寝室の方にもつけて、やっぱつけてよかったですね、みたいな話したら、それどうやんのってめっちゃいいやん、つって、なんつったよな。業者に頼んだらさ、もう20万とかするやんか、20窓入れんの。けど自分でやったら3、4万で済むからいいよ、つって言って、企画力と実行力がすごいってめっちゃ褒められた。あと、なんつったんやろな。この1年間はどんな1年間だったか、みたいなのを、見たときに、自分は意外と子供のために動いてるなっていうのが分かって、ちょうど、さっきも話に出たけど、長男が中学生になるんだよね。だから、長男が中学生になるから、部屋の割り振りとか、本棚の位置とか、やっぱり、12歳の男の子っていうのがおる家っていうのはやっぱり男のその子のための場所とかさをやっぱり確保してあげないといけないとか動線がどうだとかっていうのも全部一旦考え直したりして自分もやっぱり削れるものは削ったり変わらないといけないものは変わったりさ捨てないといけないものは捨てたりするわけじゃない。それをこう私は母親が指揮を取って主人にこうするからとか言ってあったりベッド動かしたりすんねんけどそういうのが結構そのあれはな、制服かお金だって、そういうものを基軸に動くから、ああ、なんか、なんやろな。あ、自分は去年1年間っていうのは中学生のお母さんになるための準備に全部使ったっていうか、っていうのが主軸やったんやなっていうのを、こうまとめて1年間振り返って、他人とそうやって、4人のチームでね、喋った時に客観視すると、そうなんだってことが思って、すごく、なんやろな。自分っていうもののその価値観のありどころっていうのは、よくやってることが本心やって、占いの時も言うんやんか。やっぱりその、占い屋さんやからさ、ちょっとまあ、奥さんがいる人とお付き合いしてる人とか、二股がどうのこうのとかって地上のもつれってやつとかの話とか聞くけど、いつになったら別れてくれるんやろとか、一緒になれるんや、奥さんと別れて一緒になれるんやろかとかっていう女の方いてはるんやんか。結構いてはんねん。で、それはさ、占い屋さんやから、占うけども、それは占い動向の前に人間の、原理原則として、言ってることじゃなくって、やってることが本心やでって、いつも言うねん。耳に痛いかもしれへんけど、言ってくれることっていうのは、いくらでも言えるんやって。それは、でも、ほんまにやってることが本心やでって。だから、クリスマスや、記念日でも、奥さんのところと娘のところに帰るでしょって。それは、ごめん。やけども、そういうことやねんで、奥さんと娘の方があなたよりも大事だっていう本心の表れが実行力として出てるんですよって、まあ言うよね。占い屋さんやからね。それはその占いの前に原理原則としてそうじゃんか。人間の。だから、っていう話はいつも自分でもしてるけども、商売でもそうやわな。お金返す返すって返してけへんやつは、返せへんねんっていうさ、まあ何しか、どんな、局面でも他人と考えやってて動いてて、まあ、自分でもそうやな、自分が動いてて
今年こそこうするとかって言ってても、やってることがその人間のまあ本心やからさっていうのはよく言うんだわ。で、自分もそうやって見てみたときには、自分はすごく子供を中心に生活を組み立ててるんだなっていうのも思うよね。思ったね。それはやっぱり、そうやってチームで喋って、客観的に見たときに、西条さんは、子供を中心に考えてるんだなって思ったし、僕もその妻がいてて、その妻はこうやって考えてくれてるんだなって思ったっていうのを、一緒にね、考えたいチームの人たちが言ってくれて、なるほどと思いましたね。で、まあ、それは多分、その自分のその差がですよね、母親っていう風な差がだったり、どうしてもまあ、産まなかったことにはもうならないからさ、もう不可逆じゃない。戻ることができないじゃない。だからそこに沿って生きるしかないっていうのもあるし、そのもちろんそのみんなが快適に暮らしていくってことを考えないといけないからさ。なあ、それはしていかんといかんなと思うけど、多分自分はこれからもずっとそう。基本的にその子供手がかからなくなるまで、これからもずっとそうなんだろうなっていうのは、その、改めて考え、自覚できてよかったなっていうのはありますね。とはだから自分がやってることっていうのをこう書き出して見てみるってやっぱいいねって思った。振り返りが大事やっていうのはもうコーチのすっちゃんにもうすごく強く教えてもらったことではあったんだけども、やっぱり実感しますね。はい、そんな感じかな。まあ40分経っちゃった。あっという間に40分って経つよね。だらだら喋ってるとな。あとあれ、餅、うちはまあ、すごくよく食べる子供がおって、お正月、なんか餅が余ったらメニューとか言うけど、シンプル餅余らないんであれなんですけど、餅をさ、牛乳、耐熱ボウルに入れて、牛乳とチンして、それをやーっと混ぜて、こう、柔らかい混ぜたお餅にしてから、バターを混ぜて、きな粉を振ったやつ、最高に美味しいわね。すっごい売れたわ。すっごい売れた。もうどんだけ作ったか分からへん。もうなんか、もうお正月で200g のバター使ったもん、全部。どんだけ食べさせたか分からん。でも餅を液体と一緒にチンして、水でも構わんねやけど、混ぜてするとやわやわのお餅になって、あ、これは喉に詰めて死ぬやつっていうやつができて、もちもちで美味しいから。いいね、いいことを覚えましたね。インターネットで美味しいものをこう提供教えてくれる人たちって本当すごいよね。ね、企画力と実行力だけはあるから作ってみようと思って全部作るから、私やるから全部やってみて美味しかったのは、餅をに液体を入れ、何かしらの液体を入れて混ぜてから、味付け餅にするっていうのは美味しいですね。美味しかったって話かな。まあ、新年会もやったし、トマトチューハイ出てんの知ってる？スーパーで。コンビニじゃないんかな？スーパーで売ってんねんけど、朝日かな？トマトのチューハイ売ってんねんやんか。で、私トマトチューハイ好きやねん。で、トマトの、お酒もすごく好きやって、レッドアイとかよく飲むんやけど、なんか、トマトのお酒が存在するんやけど、缶チューハイでトマトのチューハイ出てて、それがめちゃくちゃ美味しかった。ちょっとママ友ね、新年会お呼ばれしていって、それが出てきてめっちゃ美味しかったから、好きな人は飲むといいよ。はい、というところで、今年も聞きに来てくれてありがとうございます。皆さん、今年も、良いお年を、お過ごしくださいね。今日なんかめっちゃあったかいらしいね。元気に運動して、元気でお過ごしください。というところで、今日はここまで。ほなね。